はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあどうしますか、2色になって。そうなんです。1年半前にブリーチをしまして、うんうん、ですね、これですねそうです。で、半年前に宿毛をしまして、うんうんうん、で、うんうん、4ヶ月前にハイライトを入れました。いろいろやってます。はい、いろいろやってます。今日は何がしたい？今日はなんかいつもこうツートンになっちゃうんですけど、うんうん、それを一色にした、一色にしたくて、うんうん、色がこういうピンク系か。これピンク系の難しいところって、これ一色でピンク系にするんだったらここブリーチ必須になる。あ、そう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 、なんてかっていうと、うん、この鮮やかなピンクを出すためにここのブラウンが邪魔になっちゃう、あとここの黒が邪魔になっちゃうから、うん、ベースをここからここまでを整えないと一色にならない、うん、もしくはピンクブラウン、ピンクブラウン、それもブリッジですね。そうですよ、ブリッジは、うん、必須になってくるかな。ただまあここら辺も正直ブリッジ抜けきってないんですよ。ああもうちょっとそれこそ岩崎ぐらいキンキンななんないとこのピンクの綺麗なのでそうなんですね。どうします？結構あのダメージはまあまあ出ます。ダメージそんなに出したくなくて、うんうんうん、ピンクブラウン系で一色になるパターンの方がいいかな。そうですね、そうしましょうか、はい、の方がいいかな。ただこれは思い描かない方がいいかな。わかります。こっちとかもブリッジ必須ですか？こっちの方が必須、もっと必須ベージュ系ミルクティーベージュですよね。こっちはもうガンガンいかないと。あ、うん、そんなに傷まない程度に。あ、もうブリーチなしで普通に一色にさせるんだったら、あ、全然ダメージは少ないかもしれない。そちらで、こちらでいきますか。ちょっと暗めのピンクブラウンになるけど、はい、なんか一回やってみて一色になって、で、あ、やっぱ私にはブリーチだなと思ったらブリーチしたい。はい、はい、それでいきましょう。で、ちょっとカラーにトリートメント入れて髪質改善っぽい感じにもしつつ、はい、あとはどんな感じが。カットは結構四角になっておりまして、下もバサッとカットされてるので、ね、うん、栄養が入った方がいいとか、あ、こういう感じの方がいいですか？そうですね。の方がね、今ここすごい長いから、すごい量が多いんですよ。しっかりありますね。めちゃめちゃあるので、うん、つるんとした質感にしたい、はい。表面ストレートします。全部する必要はないんで、ただこの表面のこのザラつき、ザラザラしてます。ザラザラしてます。ザラザラしてます。このザラザラ取りたくないですか？取りたいです。取りましょう。もうお任せでお願いします。任されます。ただストレートするじゃないですか。ストレートと同時にカラーするんですけど、そうするとカラーのクオリティちょっと下がるんですよ。なんでピンクブラウンにします、はい。鮮やかなピンクじゃなくて、クオリティが下がらないでいけるように。本当に ガチでカラーに特化するんだったらカラーだけなんだけど、そうするとこのザラつきとか取れないから、多分どっちかっていうと今日綺麗になった方がいい気がする。綺麗にしましょう。はい、綺麗にお願いします。はい、OK です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそのまま行きましょう。はい、じゃあちょっと後ろお願いします。じゃあモデルさんこんな感じですね。もし癖があるっていうので、ブリーチ履歴、矯正履歴、ハイライト履歴っていう、まあいろんな複雑履歴なんだけど、そんなに難しくはないですね。この表面、今日はこの表面のこのここら辺のうねりだったりとか、宿毛矯正かかってないところですね。っていうのを綺麗にしつつ、一色にして、このザラついた感じを取って、ツヤ感のある感じでいきましょう。お願いします。じゃあ今日は表面のストレートに、全体をきれいにカラーっていうのをやるんですけど、はい、こういう複雑履歴になってるんで薬全部分けます。まずこの黒いところ、新生毛のところでザラつきあるところ、ここまでをまず根元の薬で、中間、うん、でブリーチのところで毛先っていう形で分けます。まずこの組み合わせですね、全部リッチとドロップとスピエラと GMT いきます。この辺の強い癖のあたりまでを、リッチに対してスピエラ 10%、GMT 5% で、こっから先がリッチにスピエラ 10%、 ここがリッチとドロップ第1に対してスピエラ 10% で、ここから先がドロップに対してスピエラ 10% で、毛先の先はアクトフィルムで保護します。じゃあいきましょう。いきましょう。綺麗になります。よろしくお願いします。はい、表面だけで全然十分だと思うんで、そうそう、あんま表面だけとかやったことはないないです。もう全然大丈夫ですって言わなくなんか今ありましたね。今ありましたなんか今ここにある岩崎のダッカールを使おうとしたら専用がかわいい、かわいい、え、あれ
ちっとも可愛くないですよ今。その二人のやり取りがもう大好きで。いやちょっと待って、会社の経費で買いましたよね。これ私があの前の会社の時からなんで自分のお金で買ってます。そうです、はい。また証拠りもなく使おうとしてきたから。後ろに自分のがある。いやでも今これが不足してるんです。あ、そうなんです、ね、このゴールドのやつ、あの何ヶ月前に頼んだ。そうなのに、あのずっと欠品中っつって、欠品が解けたら連絡しますねって言われて全然連絡来ないっていう。まだ欠品してる。そう、絶対忘れてる。これ見て知ったらどうするんですか。山崎の高谷さん。あ、山崎さん。で絶対忘れてるでしょ。でもなんかよろしくお願いします。8月ぐらいに入荷って言ってたから、ああ多分そろそろ終わりそうですよ。高橋さんいつもありがとうございます。金色だけない。金色だけない、やっぱり色によってなんか、いや全く一緒ですね。ゴールドだけない。でも多分本数はあるはずなんですけどね。皆さんが使っていろんなところにどんどんポンポンポン置いてからなくなるんですよ。なくなるんですよ。なんですかその顔は。もうちょっと、はい。さあ、よくないよそれ。何がですか。そういう性格。どういう性格ですか。何でもないです。正しいと思ってます。発言について。物を元に戻さない。なくなるんです。ああ。お分かりですか。はい。お分かりですか。所定の位置。そう、こんぐらいの位置、こんぐらいの位置、大丈夫です。あ、腕。腕の。じゃあ中間いきます。よくないですよね。うん、そうですね。すごい信頼し合ってますよね。はい。今のまあまあ間がありましたね。まあ、と気になる間が。いや本当ね、すごい話ですよね。何ですか。岩崎人気が。かわいいです。かわいい。ここ1年ぐらいやばい。どんどんファンが増えてます。喋り方も可愛いし。喋り方はい。でも関西弁に戻るとやばいです。関西弁。関西人なんで、そうなんですね。関西弁に戻ると声が一トンぐらい低くなる。強そう。なんか一応標準語だとなんか2トンぐらい上げて喋ってる。そうなんだ。なんか地声もっと低いんですよ。じゃあ使い分けてだから声がブスって感じですね。地声だと声がすごいブスです。岩崎の関西弁。まあ、聞いてみたいですね。いや出ない。出ないよねマジ。地元に帰ったら出ます。でもなんかそのやっぱりちょっと違うらしいですね。今地元に帰ってこう喋るじゃないですか、関西弁になるけど、なんかちょっと違うって言われました。ちょっと多分こっちが混じってるから、訛りなんかちょっと標準語っぽいよねみたいな。東京に心を奪われたんじゃん、ちゃん。ありますよ今。コメント欄が関西人の方で荒れてます。今はーっていうのがいっぱい。ハーマークが多分いっぱい出てる。はい、毛先、中間まで塗ったんで、はい、3種類薬を塗り分けたんで、今度毛先の行きたいんだけど、ここら辺毛先の先は保護したいんで、アクトフィルムとエラフィットコネクタ1対1です。よし、じゃあこれで時間を置きましょう。はい、はい、15分置いて流します。はい、はい、じゃあ1液終わりました。で流し終わりました。でこのまままず活性キラチン、ゲラフェクトコネクターの8倍希釈ぐらいですかねをまず全体につけます。これもうストレートしてないとこもつけちゃってください。トリートメント効果がやっぱりしっかりとあるんで。で、はい、アルテマアクアですね。 CMC 液状の CMC と酢酸ナトリウムが入ってます。あとマレイン酸ですかね。でシャリとつけます。でその後にノットのミスト、こちらレブリン酸配合なんでこういう処理剤としても使えます。でセラミド、5種類のセラミドが入ってるんでしっかりと柔らかくしてくれるのと、まあヒアルロン酸で水分保持ですね。はい、そしたらドロップ、アルテマドロップですね。クリーム状の CMC をしっかりとつけます。出たら綺麗にコーミングしてあげて、余分な水分取ったらドライです。いきましょう。はい、じゃあ乾かしていきます。はい、乾かし終わりました。こんな感じですね。まあまだまだここからアイロンしていくんですけど、よく酸性のストレート、スピエラを使った酸性のストレートって水分1割残しでアイロンするといいですよって言うんですけど、こっから先はもうがっつりブローしてます。もうしっかりとブローして水分飛ばした状態、要はダメージ網であればあるほど絶対に水分残ってるとダメージにつながるんで、こっから先は 100% ドライで、こっからここまでが1割ぐらい残るようにコントロールします。アイロンいきましょう。明るいですね、毛先が。明るい。
明るいです、ね、めっちゃ明るい。なんか今日の日を迎えるために、うんうん、今までの YouTube の動画を、うん、全部見返しました。すごい見返してきました。ありがとうございます。その動画とか結構編集ひどいしなとか結構面白いですよね。一番印象に残ってるのとかあります？バレイヤージュを直したやつ。あ、そうです、そうです。ああ、なるほどなるほど。あれそうですね。あれすごかったです。おおってなってました。おおってなって仕上がりわーってなりました。ね、あのレイヤースタイルすごい可愛いというか素敵に仕上がった。私母も長門さんのチャンネル見てまして、はい、私姉がいるんですけど、はい、姉も見て、3つも見てご家族で、ね、じゃあこの動画上がるのが大体3週間4週間後なんですけど、はい、みんなみんなで、はい、お茶の間で見てお友達にも、はい、ちょっくら出てくるわってじゃあチャンネル登録してくれて、 ありがとうございます。お友達ありがとうございます。だからもう、はい、私も大興奮したんですけど、はい、母が大興奮興奮しまくっちゃって娘がすごいよありがたい。そうなんですよ。結構ね、それこそお母さん世代の人からの情報が多いですね。あの一応データみたいなのが YouTube のやつで見れるんですけど、はい、皆さんなんかお茶の間のテレビで YouTube つないで見ていただいて、すごいその世代の人からの岩崎人気がすごすぎて、うーんプープープー、お母さんも言ってます。母も言ってます。かわいいいや、みんな騙されてると思うんですよね。何言ってるか、はい、あ、失礼しました。何騙されてるんですか。何も騙されてない。はいや、ね、ありがとうございます、皆さん。かわいい騙されてる騙されてる、騙されいいんですよ、親見てますよ、私の。え、何が。私の親見てますよ、これ。騙されてるって言ったらママとパパは分かってる。何がですか。あやの本性知らないわ、みんなこの前、実家に帰った時にちょうどタイミングで YouTube が上がって、うん、私の横で YouTube を見てて、うん、なんか不意に YouTube に出てるやつがここにいるって不思議な感覚だよ本当にそうですちゃんと言ってきました。見てんじゃねえよ本人の隣で見るっていう横で見てんじゃねえよって言ってなんでそんなパパに冷たい。そしたらその後ママもちゃんと見てましたなんで横で見んのなんか2階に上がったタイミングとかで見てくるじゃないの痛いんだよ。見たい。そう、やっぱ恥ずかしいですか。ちょっと嫌ですよね、まあ、隣で見られた、ね、親にちょっと嫌かもしかも使ってる言葉が違うから。ああ、そっか、標準語。それがちょっと違和感ですよね。あ、じゃあもう家だと隣で見んといてみたいな、うん、そういう感じです恥ずかしいですよね。そう恥ずかしい、わかんない。うちの親父とか多分知らないよ YouTube やって私すごいお父様にこう横でいきなり見られたら、もう全然俺は大丈夫。あ、そういう人もいますよね、うん、強い。途中で切るなよっていう最後まで、ね、あの YouTube で視聴維持率みたいのがあって、あ、そう、はい、途中でなんかポン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 飛んじゃうと、うん、この動画はあんまり人気がないですみたいになるから、身内が見るんだったらマジで最初から最後まで1秒たりともお前ダブルタップすんなよって。ちゃんとママに言った、ダブル早送りしちゃダメだよって。あ、言ってないですね。私早送りしちゃいますもん。お前超もうなんだろう、自分の出てるとこしか見ないでしょ。見ないです超ムカつくだって薬剤の話とかわかんないからこのチャンネルの上位比率を上げるためにそこはちょっと流しておこうとかないの。そういうの考えてなかった。すごいね、身内がまさかの敵だってちゃんと見ます、これから。ちゃんと見ます。に見てます、ね、最初から最後まで。最初からたまになったたまに毎回見てよ。最近は何ハマってるんですか。最近ですか。最近あのなんか登録なんて読むんだろう、名前を読めなくて、なんかゲーム実況をずっと見てます。3時間ぐらいの動画を、長いからこう分けて分けて分けてって見るんですけど、すごい上手なんですよ。喋ったりしないんですけど、この人3時間ぐらいあるのをずっとあの飛び飛びでこう分けて見てます。なんでそれは最初から最後まで見ない。俺のチャンネルお前自分の映ってるから3時間ちゃんと見てます。ちゃんとしっかり見てます。おい、なんか他に見る YouTube とかあります。見る YouTube はもう長門さん長門さんやらせみたいになるありがとうございます。なんかペットとかなんか出てくるんですよね。
マンチカンとか出てると可愛いんですよね。可愛いんですよ。猫が好きで。おお、猫可愛いですよね。可愛い。そう、僕は、まあ、もうもっぱら最近伊豆の主釣りっていう。あれ釣りですか？いや、釣りしないんですよ。ずっとソロキャンプをして。そう、ひたすらなんかお酒を飲む動画なんですけど、お酒マン、お酒マンお酒マンって言って、で僕その伊豆の主釣りのグッズ結構買いましたもん。Tシャツ買ってました。 Tシャツ買った、お酒マン Tシャツ、お酒マン Tシャツ、今度あれで YouTube 撮って、テントサウナ、テントサウナ、すごいお酒マン、うん、なんか来るお酒が濃すぎていつも、うん、そうキャンプで大体失敗しましたっていう字幕があるんだけど、絶対失敗、もうわざとなんだけど、うんうん、みんなすっごい濃い酒を一人、うん、ソロキャンプで一人でなんか、あれ撮影する人も一緒にいますか、ね、まあいるけど動画的には一人だったよね。めっちゃ面白いです。あ、でもあれ男向けかな。でも男の人が見て面白い、でもなんか見て面白いなと思いますけど、うん、なんか多分男の人が好きそうだなっていう、自然に囲まれてハイボールとか、あの生とか飲んだりするんですよ、うん、超気持ちよさそうなんですよね。もう毎日1個見てます。使ってるキャンプグッズがなんか優秀で。そう、買ってる。キャンプグッズ結構高いですよね。高いけど、もう買っちゃう。買っちゃう。だいぶいい感じじゃないですか。左側触っていただくと、上の方とか。わー、サラサラ。もっとサラサラになります。すごい、もうサラサラ。もうね、全体をやる必要ってそんななくて、ロングの人って毛先巻いたりするじゃないですか、はい、そう、だから基本的にシャキンとさせたくない場合は、うん、こうやって表面のところだけストレッチして、で酸性の宿毛矯正ってこうやってハイライト入ってたりブリーチしてあっても結構余裕でできるんですよ。あ、そうなんですね、うん、まあ、もちろんテロテロに溶けちゃってる髪の毛とかだとも う, うるさい何も喋ってない、何も喋ってない、リアクションがうるさい喋ってたからどうしてもできるって聞いたからそうそう、テロテロに溶けちゃってたりするとはダメなんだけど、ある程度の接合を保ってるんであれば問題なくできるみたい、人の髪をすごい綺麗にしてあげたいっていう感じじゃないですか、うん、ああ、うん、もちろんもちろん。でもなんでそこまでしてあげたいって思ったんですか、うん、なんでそこまでしてあげたい、うん、いや、なんか理想系ってあるじゃないですか、そのお客さんが来た時に、うん、この人こんな感じだったらめっちゃいいよなとか大体あるじゃないですか、うん、それができないのが嫌だ。要は絶対に綺麗に思い浮かんでるじゃないですか、完成形が。それにできないのが嫌で、だから薬剤とか勉強して成分マニアです、ね、そうきっと勉強しました。勉強してどんどん髪綺麗に、魔法を使えるようになるんですよね、こういうのいろいろ組み合わせたりとかできるようになると。それをね、ずっと勉強してました。カットもそうだけど、カットも一緒なんですけどね、結局は。なんかこうしたいのに、なんかこう切ってもうまくいかなかったっていうのは、もちろん昔はあるから、うん、今も、いまだに、だって、ああ、100点だったなっていう時は少なくて、そう、もうちょいこここうだったなっていうのはよくある。毎回120点だと思ってる。全然。喜んでいただける方多いですけどね。もうすごいです。そう、ありがたいと思います。セミナーとか行くと美容師さん結構来てくれるんですけど、セミナーあの時とかももっと真剣っていうか、その場でミスも絶対できないし、うん、で美容師さんも勉強してきてる人が多いから、もう絶対にこれはいいセミナーに来たって思わせないといけないので、いいセミナーじゃないと岩崎はお土産もらえないんで。お土産いや、なんか美容師さんのチャットがあって、僕美容師さん専用のチャットがあるんですけど、はい、でなんか今度コーチ行くんで、コーチセミナー楽しみにしてます、岩崎さんへのお土産は甘いものでよろしいですかって言ってくれた美容師さんが、全然お気遣いなくって入れたら、岩崎はそのチャット見てて、いや、甘いものがいいです、ダメつくがもらえるものは、もらえるものは美味しいって、なんか嬉しいです、地方のね、なんかメーカーみたいな、美味しいし、嬉しいです。私、そのチャット見てて、登場したことはないんですけど、いつも見てるから、なんで断るんですか？いや、おかしい。ありがとうございます。断るというか、ご遠慮します。私は全力で、ありがとうございます。行きたいじゃないですか。そうですよね。確かに。嬉しいと。マジででも本当にもらったお菓子とか嘘抜きで全部食ってますよ。飛行機の中とか新幹線の中とか食ってがっつり寝る。横で寝させていただいてます。
なんかよく眠る BGM を流しながら。ああ、眠れる。いや、なんかイヤホン、あの Bluetooth をしてて、携帯こうしてホッって寝てるから、携帯画面がこうなってたから、なんか普通にキラキラ光ってたから、うん、あ、何聞いてんだろうと思ったら、なんかぐっすり眠れるディズニー。俺普通に仕事してるんですよ。ぐっすり寝る気満々やん。なんかアルファーファみたいな、そういうのが流れるみたいな感じで、それを流しながらピアノとかそういうオルゴール系の曲で見られてるとは思ってなかった。そうそう、見ないでくださ い, いや確かに、いや勝手に見た感はあるけど、いやでももう膝の上に置いてあるから何聞いてんだろうぐっすり眠れるディズニーって。すやすやと、すやすや、すごい話ですよ。横でいつも爆睡かぶって、ちゃんとあの寝ていいよって言われてるんで、そう、仕事忙しいから、ね、寝といた方がいい。しっかり寝ますからね。それであ大丈夫ですとは言わないです。ありがとうございます。おやすみなさい。横で映画を見てるぐらい。いい感じだと思います。わ、すごい。バッチリ。うん、すごい。しっとりして。そうすごいです。ここから準備します。はい、じゃあ薬剤紹介の前にビフォーですね。これサンセストレートした後にアイロン表面しました。毛先のここら辺っていうのはねくりついてないんですけど、できる限り馴染むようにしてあります。もうここら辺のツヤ感っていうのはとんでもなく出てるんで、これをカラーで酸化固定していきます。でカラーをやっぱりこのブリーチのとこからこうツートンになりやすいんで、これはもう加減法でここら辺綺麗にしていきたいと思います。ハイライトとかもねちゃんと出てるん で落ち着かせつつ一色というか、まあ綺麗なグラデーションぐらいになるように、2色にならないようにします。はい、薬剤紹介、いつものアルテマリトーの酢酸ナトリウムが入ってて残留アルカリを残さないカラー、14円の 2GB2。 はい、交互期待、アルテマリトーの新色ピンク、秋には出ると思います。これを4:1:30%でいきます。4:1:30%で根元 6%、 毛先 4.5% でいきます。根元というかね、もうここぐらいまでですね、グラデーションで塗っていきたいかなと思います。で根元に入っているものがテンサイ糖と、あと根元毛先インフォーム、根元3プッシュ、毛先3プッシュで、コネクターですね、ケラフェクトコネクターが根元1プッシュ、毛先2プッシュで、はい、お待たせしました。はい、メテオかっこよくないですか。はい、グリオキシル酸とレブリン酸とグリオキシル酸カルボシストイン、グリオキシロイル、ゼラチンアミノ酸入ってます。噛みそうめちゃめちゃいいですよ。根元 10%、 毛先 30% 入れてます。とんでもなくツヤが出るんでおすすめです。はい、あとハウタムが、毛先3ぐらい入ってます。見ましょう。では塗っていきますね。新色なんですか。新色、ね、今までこのアルテマリトーノってピンクがなくて、レッドとかでうまく作ってたんですけど、やっぱりもっといいピンクをって言って、アルテマの人と僕も色味開発協力して、すごい、そうやっぱりすごい頭いいですよね。いやいやいや全然良くないですよ。何パー あれはね、でもね長年やってると分かるかな、多分岩崎ですら分かりますよ。あれお怒りですらですら何ですか。ですら、いや、岩崎さんソロ版通ってたんで。通らないですよ。やってないかなんか授業でちょっとあったぐらい授業であったのをちょっとやったぐらいで、ですら、何ですか。出せでした。親見てますから。親を出すんですよ。だって計算ちょっと遅めじゃないですか。やっぱ世の中に電卓っていう素晴らしい機能がありますから、ね、頼りましょう。そうです、電卓頼りましょう。なんかこう30ぐらいまでなら、うん、あの2桁同士の足しなんでできるんですけど、40とか超えてくるとちょっと危ういですよね。どういうことわかります。なんかだから13+23とかあるじゃないですか、うん、そこら辺なら分かるんですけど、うん、45+60なんとか出てくるとちょっとそのでかくなりすぎて分かんなくなってくる。100超え出すとダメ、要は合計数が。おお、そうなんですね。宇宙中学やってないですよね。宇宙中学の先生怒るぞ。中学の先生見てないけど。なんなら中学じゃねえし。宇宙中学多分やってない。人数多かったんで、小学校めちゃめちゃ。その年齢で人数多いの。小学校めっちゃ多くて、うん、何クラスぐらいあったんだろう。でも中学も8とか9とか、すごい、それぐらいあった気がします。すごい。30人入りですか。40人一クラス。あ、結構多いですくらいだって。なんかマンモスだった気がします。すごいじゃん。マンモス校なんか人が多い。へえ。めっちゃ人が多くて、中学はそのいろんな地域の小学校からやっぱ来るんで、うん、めちゃめちゃ多かったですね。人が多い。8クラスは多いですね。いや、めっちゃ多いですよね、うん、中学で8クラス、8ぐらいあった気がする。その下の年代になるともうちょっとなんか9とかいった気がする。なんかでもめっちゃ多かった記憶ありますよ。子だくさんでした、ね、確かに、うん、全然。小学校3クラスだった。私もそうです。そうですよね。あ、え、はい、うん、
サムクラスで多いって言われてて、俺の年来で、ね、全然めちゃめちゃ多かったですよ。小学校の記憶とかでもないの？もうないですか？ないです、うん、あるかな。ないです。ないですよね。小学校何したんだろう。なんか何も覚えてないなんかあの終業式、終業式、あのこれから夏休みって時に、はい、机の中身持って帰んなきゃいけないじゃないですか。あー、めんどくさいですね。俺もうなんかこの地獄が一生続くのかと思いながらこうやっていやしかも暑いじゃない夏で暑いのになんかランドセルショって確かに。そう、いやなんか物は持って帰ったりしなかったんですか？計画性なかったんですよ。俺結構計画性あるようになったの大人確かに。でもすごい、しかも最後ってなんかその1年間とかだとなんか出した提出物とか絵とか返されるから小学校っていらねえよってしかもさ、あれ修行じゃねえ。だって普通にそうですよね。そうですね。だってこんなに荷物持ってんのに、うんうん、朝顔。そうですよね。朝顔持って帰りました。持って帰りましたね。だって子供の体格からすると朝顔結構もう同じぐらい。そうそう、そう朝顔も持ってカバンの中にはもう文房具とかいう全部入ってて、うん、入ってますね。いやもうなんで俺こんな集中受けなきゃいけないんだろうと思いながら。集中ひねくれた小学生集中だなんてしかもまた暑いし遠いんですよね。家が遠いっつっても多分徒歩15分、10分15分だと思うんですけど。でも仕打ちですね。仕打ちしんどかったな。どうにかならんのかな今も。でもどうなんだろう、今は楽になってんのかな、ね、なんかでも近道して帰ってましたけど小学校って何それ。通学路ではない。なんか通学路だとめっちゃ遠くなるんですよ家が。こっち行けばすぐなのに、なんでわざわざ遠回りをして帰らないといけないのと思って、なんかこう、いや待って、俺もそれでやったけどそれを堂々と公表するの可愛いね。いやだってもう何年前だと思ってるんですか。近道して帰ってました。近道して帰ってなんかそんな、なんかこんなちょっとあれをなぜ私はって思いながら帰って。要は先生の通り道とかにしないと、なんかあった時ってやつでしょ。たまになんか友達に言われるっていう、うん、なんてうちダメだよみたいな。あ、真面目な生徒会長がいた。うるせえなはい、じゃあそっち違う言われる時もありますね、うん、そういう時は大体姉ちゃん待ってるって言うんですよ。姉ちゃん遅いから上の 年齢だと。あ、そういうこと。下校時間遅いからその時に姉ちゃん待ってるって言って、いなくなった瞬間にスッと帰る嘘つきじゃん姉ちゃん待ってねえけどそういう時代もありましたね。じゃあ待った、ね、小学校の夏休みってなんか永遠じゃなかったですか？ずっと夏休みだった、うん、ずっと夏休みでしたね、うん、ずっと夏休み。いやもうなんか寝てもずっと夏休みだから、まあ、やることがないからじゃないですか、うん、ちょっとしんどかった。それはない。え、もう学校行きたいって。あ、ならない。なんで全然ならない。朝のラジオ体操とかめんどくさいじゃん。あー、やってましたね。ラジオ体操でも近くだったからいいんですけど、徒歩1分ぐらいとかの公園だったんで超近いし、超近い。でもそのための早起きが辛くて。いや、あのラジオ体操でなんか最後さ、全部あれじゃないですか、もうスタンプ貯めると最後お菓子袋みたいな、なんかもらいました、うん、あー、なんかもらった記憶がある。あ、もらったんかな、うん、あんなんで喜んじゃう自分、うん、そう純粋だったなまだ小学生ですからね何から食べようかなみたいな記憶ですね。本当にそう。じゃあこれで時間を置きましょう。さあ10分経過です。いい感じのピンクじゃないですかね。ピンクブラウンになってます。ではさらにおいでトリートメントつけます。アルテマークはですね、しっかりとこれでさらにたくさんナトリウムを足すプラス CMC をどんどん足していきます。今回は色をなじませたいんでしっかりとコーミングします。なんでかなりちゃんとつけましょう。かなりもう乳化されるぐらいまでつけますね。そしたらノットのミスト、これでレブリン酸を補給します。処理剤の考え方としてやっぱり還元しているとき、1液後ですね、1液後でカラーしている体が乗っかっているときっていうのはやっぱりあの処理剤が入りやすい状態になっているので、ここでしっかりとトリートメント成分っていうのを入れていきます。はい、でさらに先ほどのメテオですね、メテオ、追いメテオします。もうここまでやったらツヤツヤがもう完全に保証されるぐらいな素晴らしい処理ですね。はい、優しくコーミング、コーミングで絶対ダメージを起こさないように優しくノンテンションでコーミングします。これでさらに10分置きます。はい、トータル20分ですね。かなり長めに置いてあげるといいですね。じゃあ時間置きます。お待ちください。
疲れ様でした。カラークロスのまま切ります。なんでかというと、今日お洋服が白いのと。いや、ピンク系のカラーって、ちょっと最初の2、3回シャンプーで結構ピンクの汁っていうのになっている。泡が出やすいんで、カットクロスを通過して服につく場合があるんで、はい、ピンク系のカラーの人はカラークロスでカットします。なのでそれでいきましょう。よいしょ、まあツルツルになってる感じですね。ピンクブラウンですね、うん、今日はまず色を揃えに行ったというか綺麗にした感じですね。でツルツルになってます。頭が小さくなった。小さくなんだ。そうそう、二回りぐらい行ったかもしれない。二回り行ったもんね。そんな感じでカット、掲載品の長さはそんなに変えないでいきます。ただちょっとダメージ気になるところあるんで、長いところでサイドは、レイヤー入れるんで 4、5センチ、後ろは1センチ2センチって感じでいきましょうかね。2色にはなってないですけど、グラデーションはちょっと残ってます。掲載品の方が少し明るいかなと思います。まあ、でも全然綺麗です。行きましょう。落としてる時の音が好きなんです、うん、カチャンってやつ。あれ言っていただける方多いですけど、ね、うるさいと思ってる美容師さんもいると思う。よし、じゃあちょっとしゃべってください。今日はワンレングスの前上がりワンレングスの顔マリレイヤーっていう形でいきたいかなと思います。まあ、先ほど言ったんですけど、カラークロスなんでちょっと見えづらいとは思うんですけど、しっかりといきます。で後ろの、まあ、ここら辺からブラントでいいです。あの毛先ブリーチ入ってるんで、後でなじませることは簡単だと思うんで、ブラントカットで綺麗にしていきましょう。こんな感じ回り込んで、ちゃんと R になるように前上がりが綺麗に入るようにしていきましょう。まあ、そんなにウェットカットは難しいことはないかなと思います。優しくコーミング、テンションはかけないで、出てきたところを切る。このほんの数センチのカットは手触りを相当変えてくれるん でましてやトリートメント成分、今回はいろんな処理剤入れたりとか、あとはメテオが入ったりとかして、相当手触り良くなったりツヤが出たりするんで、そこをしっかりといきたいかなと思います。上段ですね。上段はしっかりと放射線状にフォーミングすることを心がけてください。だ視点はここです。こっちばっか見ちゃうと上が綺麗にフォーミングできてないんで、ちゃんとここを見て最後ここで前上がりに行きます。じゃあこっちサイドこのまま行きますね。はい、しっかりとフォーミングします。はい、サイドの方が切る量多いですね。はい、そうすると前上がりができます。はい、薬剤と一緒ですね。丁寧にフォーミング、この耳にかかってるやつ、これをしっかりと前に置いといてあげる。でないと後で長いの出てきちゃうんで、これはロングの時はしっかり丁寧にやってください。これで重かった顔周りっていうのは少し軽くなってきます。左右を合わせます。ちょっと一瞬背筋を伸ばしてください。はい、完璧です。レイヤー入れます。顔周りレイヤーなんですけど、こういうロングの場合はそんなに激しく入れないでいきます。ここもみ上げの毛ですね。そこからなだらかにレイヤー、お顔の方0度で引き出して、これぐらいのレイヤーですね。ほんのちょっと入るだけで全然顔周りの印象変わってくるんで、おすすめです。はい、一番後ろまで取ってあげて、はい、逆サイドフェイスラインと同じ感じでこう持ってくる。なだらかなレイヤー0度でいきます。逆サイドの毛もちゃんとコーミングで取ってあげて、ここで合わせる、ここで合わせる。ちょっとお顔ごめんなさいね、しばらくすいません。で後ろの毛を持ってできてあげて、最後一番後ろまで持ってきて、はい、そしたらトップを左右合わせる程度の角取りですね。こう真上に上げて、もうこのほんのちょっと、はい、ってことで乾かしましょう。さっきもうノットのミストがついてるので、リンクオイル PPT の02にプッシュ混ぜます。中間から毛先メインで表面しっかりとつけたら乾かします。乾かし終わりました。見てください。わー、すごい。こうサンラサラ、サンラサラ、しかもいい感じのグラデーションのピンクブラウンになったかなと思います。うん、でハイライトも地味に残りつつなんで、これが後々退色した時にいい味出してくると思います。いい感じじゃないですかね。ピンクっぽさも出つつ、この表面ストレートしただけでもだいぶイメージが変わってくるかなと
思います。だいぶいいんじゃないですか。キンキンじゃなくなったすごい。だからストレートしたんで、あのカラーのクオリティが下がるとは言ったんだけど、でもここら辺までできてればだいぶ、うんうん、例えばこれ透かした時にすごい可愛い感じのピンクボールになってるかなと思います。いやありがとうございます。じゃあ前髪は頑張って伸ばしましょう。伸ばしたいです。伸ばすためにちょっとここら辺に少し短い毛も作りつつ軽くします、はい、乾いたんでカットクロスにします。はい、大丈夫。これぐらいの仕上がりだったらお母さんお姉さん、まあ、そうそうそう満足してくれるはず。もう大大満足です。よかった。難易度的には高くないですけど、やっぱ多分ご希望の色味とかになってくると、うん、できなくはない。うんうん、だから前頭ブリーチして、うん、さらにあのブリーチしたところにも縮毛矯正多分いける髪質なんで、そうだから、まあ、ブリーチのテクニック次第では、うん、いろいろあの鮮やかなピンクとかも出せるし、ある程度ムラがあと落ち着けば今日すごいもうここにバシンって線があったのが、うん、だいぶこう馴染んだじゃないですか、うん、馴染みました。これを何回かやってるともっと馴染むんで、うん、そしたらもっと彩度の高いピンク出せるんです。今日あの新色のピンク、あれ言うても 30% しか入れてないんで、うんうん、あれ本当は 50% ぐらい欲しいんですけど、ピンクの割合が強くなっちゃうと、うん、どうしてもムラが消せない、うん、特にピンクってムラが出やすい色なんで、うん、そうベージュとかはまだムラっぽく見えないんですけど、ピンクのムラが出ると相当ダサいんですよね、うんうん、今まで経験あると思う。ピンクでムラになっちゃってる、あれなんか毛先だけキンキンみたいな。そうなんですよ。そうピンク、ピンクあるあるなんですよ。毛先だけ金色でなんか根元だけピンクになってる、一番ダサいパターンになりやすいから。一応テクニック的には本当に鮮やかなピンクやるときは、根元をピンクブラウンというかピンクとベージュで薄めて、毛先をあのピンク原色とかのっけて、要は、まあ、美容師さんに向けて言うと寒色系アッシュ系とかは根元から毛先に行くにしたがってどんどん色が薄くなる設定にしておいて、暖色は逆ですね、色味がどんどん濃くなる設定にしてあげると失敗しづらいですね。じゃあ伸ばす、切ってしまった前髪を、切ってしまった前髪を伸ばすためにはちょっとこの流す方向に量を取ってあげる。はい、少しこうしてあげたらここら辺と、いいですね、あ、もう今のでいいね。そう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 、そしてもうちょい馴染むように顔の周りのここら辺を若干つなげる。これあとスタイリングすると意外にいい仕事するんで、交互期待、交互期待。よし、今のと切ったところをちょっとだけセニング入れてあげる。なんかそちらは自分で切っちゃったんですよ、うん、ちょっとなかなかアレンジなことしました。大丈夫、綺麗になります。よいしょ、僕に今日できるのは前髪これぐらいです。ただ全然違うと思うんで、はい、全然違う、はい、いい感じです。はい、じゃあその後メテオっていうトリートメントが入ってるんで熱入れをします。熱入れをすることによってトリートメント成分がさらに浸透というか固定される、手触りがいい期間がめちゃめちゃ長く続いてくれるんで軽く。今日の温度は200度ですね。200度で色が飛ばないスピードぐらいでゆっくりグリオキシル酸の意味の結合を作ってあげる。そうすることによってこうツヤのさらにいい状態っていうのができます。入れ終わりました。これでやばい、手触りがやばい、わあ。いい感じじゃないですか。これでちょっとだけ量を軽くして、あんましない方がいいかも。要は髪質が良くなってボワってしなくなったんで、ほんの少しだけこの後ろが重いかなと思うんで、それだけ少し取って終わりましょう。全然ボワボワしてない。しないですよ。すごい。じゃあ触ったことないです。でもなんか今までやった縮毛矯正とちょっと違くないですか。なんか柔らかいというか、縮毛矯正とあとさらにあのグリオキシル酸のトリートメントっていうのは両方同時にやってるんで、相当手触りいいと思う。しかも結構持続します。あ、はい、超ありがたい。もうずっと触ってたいです。ずっと触ると、ね、意外に痛むからやめた方がいいです。手って意外にばい菌多いって。そう多いし、やっぱ摩擦にやっぱ髪の毛って弱いんで、服の生地とかも一緒じゃないですか。触り続けてると毛玉ができたりとか薄くなったりとかするんで、そこをねしっかりとちょっと眺めてるぐらいにして眺めてます。ちょっと後ろの重いところだけ、サイドはなんか少し量取ったんでそのままでいいかなと思います。可愛い感じです。可愛いですよね。うん、ちょっとレイヤー入ると良くないですか。全然違う。いらっしゃった時のちょっとボワッと重ない感じだったから。もうビフォーアフターが。ビフォーアフターね、確かに。よし、あ、サイドこの下だけ取るかな。ちょっとなんとなく顔周り流れたの分かります、後ろ、ま、そうそう、なんとなくだけど、うん、ちょっとこれが伸びるともっといい感じになるんで、なるほど。でもおそらくなんだけど3ヶ月で
多分いい感じになると思います。もういい感じです。ここもういい感じ。 OK。 よし、じゃあ毛先ワンカールだけ巻きましょう。もうストレートでも十分可愛いんだけども、毛先ワンカールしてあげるとレイヤー、せっかく入れたレイヤーがどんどん綺麗に生えてくるというか、毛先の重なりっていうのが出てくるんで、うん、こんな感じで、あー、かわいい、いい感じです。そしたらアロティアテンスオイルですね、よーく伸ばして、あ、これ、これもうちょっと匂いを嗅いできてって母に言われました。めっちゃいい匂いですね。めっちゃいい匂いですよね。めっちゃいい匂いお母さん、はい、あのオイルの匂い嗅いできて。めっちゃいい匂いいいですよね。とにかくいい匂いですよね。いい、そう、あ、いい匂いバッチリですか。はい、取ります。別人になりました。別人、すごい。よし、ちょっと一回後ろ見ていただきましょうか、ね、ちゃんとこういう感じ見えますかね。おー、おー、こうです。あ、めっちゃつやつや、すごい。よくインスタにあるやつ。あ、すごい。こうですね、こういうやつ。おお、お疲れ様です。自分の髪で、はい、よいしょ、かわいい、バッチリです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、バッチリ。ビフォアね、ボワボワしてました、ね、ボワボワでした、はい、先まで色も綺麗になって、で、あと酸性の縮毛矯正ですね。あとは今回初登場のメテオトリートメントがっつりとやって、手触りも良く、あとはもうバッチリツヤですね、はい、出ました、ツヤツヤになりました、はい、あと新色のピンクも今日初登場じゃないかな。初登場だらけでしたね。初登場だらけ、でも大丈夫ですよ、はい、試しに使ってるわけじゃない。ちゃんといろいろもう検証に検証されてる。もう嬉しいです。はい、そんな感じで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。以上です。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。バッチリでした。よかった。本物です。違う違う違う。今日はご協力ありがとうございました。はい、またぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。お疲れ様でした。はい、はい、前髪調子マジであれは切りすぎ問題。まだちょっと見たいっす。私ちょっと悩みが好きなんですけど、知ってる太郎ヘアみたいな。なのにすっげえ、マジでもうちょっとでお前でしょ。手めっちゃ切られた。そう、化身感。でもさ、年に1回もミスしないでしょ。なんでだろうね、あの日すげえ喋りながらやったから。セットしたら、あれ短っ。前髪が、ね、ね、はい、そんな感じで次は切りすぎないように注意します。結構センシティブなんで。オッケー。じゃあお疲れ様です。バイバイ。